どうもこんにちは、ずっと雨のお盆でした。もうお盆も終わろうとしていますが、まあ、あの九州豪雨ということでもう思いっきり、被災地に住んでおります。まあ、コロナで外に遊び行けないのとプラスしてこのように大雨になってしまって、もう全く外に行けない状況の中で、まあいいきっかけかなということで最近 YouTube の方また再開したんですけども、ということで2ヶ月前ぐらいの動画ですね。6月ぐらいにですね、自分の念願であった、彦町ですね、彦町って言ってももしかしたらわからない方もいらっしゃると思うんですけども、もう超美好きな方からしてみたらすごく有名な方で、毎年超美の品評会で、いい成績を残されてるというか、多分日本一にもなられたことのある方の超美をですねずっといつかは飼育してみたいなっていうのが、自分の夢としてあって、まあ、そっちの世界では、まあ、超美飼育されてる方、自分のオリジナルのブランドを作っ、ブランドの超美を作ってる方っていうのは俗に言う超美師って言われるみたいというか、もともとは自分金魚の YouTuber さん、他の YouTube も見るのが大好きなんですけど、その中で超美を中心に飼育されているみちこさんっていう方がいらっしゃって、僕は個人的なもうファンで毎回みちこさんの YouTube を見させてもらってる中で、まああるきっかけ、それこそ6月5月ですかね、5月に、富士錦天苑御苑さん、ちょっとすみません、ちょっと名前が間違ってたら申し訳ないんですけど、なんかインスタライブで道町をインスタライブで販売されていて、なんかの記念でですね、 なんかその YouTube チャンネル登録者数何万人記念みたいな感じで安く販売されてて、まあ、自分も入札しようと思ってその日ライブをですね楽しみに待ってたんですけど、ちょっとうまく入札できずに念願の道町をですねちょっと手に入れることができなくて、みちこさんのみちこ町美ですね、手に入れることができなくて、まあ、ちょっとがっかり落ち込んではいたんですけども、ただどうしても諦めきれずに、みちこさんの次の、出品といいますか、調味の販売をですね、かけながら待ってたんですけども、なかなかそういう機会も、訪れることなく、ちょっと諦めかけてはいたんですけど、ただどうしてももうこの夏調味やりたくて、もうヤフオクかなんかで落札してやろうかなとも考えてたんですけども、その中でよく自分はみちこさんの YouTube を見てて出てくるそのひろひこさんっていう調味師さんですね、おそらくですけど、これを間違ってたら申し訳ないんですけど、みちこさんの、師匠的な存在というか、みちこさんが調味を始めるにあたってのきっかけの方というか、ちょっとその辺はちょっとわからないんですけども、定かではないんですけども、とにかくみちこさんの調味飼育の中ですごく大きな影響を与えている方、ひろひこさんという方がいらっしゃって、その方がひこ町っていう、調味をですね輩出されてるんですけども、ちょっとおこがましくも、みち町もどうしても手に入らないのであれば、ただどうしても諦められないので、ちょっともう彦町ちょっとなんかチャンスないかなって、手に入れるチャンスないかなっていうことで、もともと彦町も自分は大ファンだったんで、ご本人のインスタグラムをフォローしていつも勉強させてもらってたんで、一応コンタクトを取れる状況であったので、インスタグラムのダイレクトメールで、ちょっともうおこがましいんですが、ちょっとルール違反でもあるんですが、生産者の方にですね直接ダイレクトメッセージ、ひろひこさんにメッセージを送らせてもらって、調味をやりたい、今年の夏挑戦したいということで、ちょっと手に入れる方法ってあるんですかみたいな感じで確か聞いたんですけども、その中でひろひこさんからの返答、返答いただいたんですよ。もうこうやってメールできるだけで自分としてはもう超有名人スーパースターとメールしてる感覚なんで、ちょっとふわふわした感じで、本当現実かどうかわからないような、感覚ですごくもう嬉しい、時間だったんですけど、その中で金魚屋モニーさんっていうところ、モニスポットとかで有名な多分金魚業界では有名だと思うんですけど、関東の方の金魚屋さんに、卸してるんですよ。でそこの金魚屋モニーさんに、ちょっとコンタクト取ってみれば、彦町が、
入荷されてますのでコンタクトを取ってみてくださいという感じですごくご丁寧にメールの返信いただいて、で、モニーさんの方に、コンタクトを取ったところ、奇跡的にまだ入荷されたばっかりで、在庫というか金魚の生態の方がまだありまして、まあ、入荷したばかりだからです。これがもう大人気なんで、もうその日には完売してしまう、ヒコ蝶なんですけど、そのくらいの人気のブランドの蝶尾です。まあそんな感じで、正規のルートで、念願のヒコ蝶が我が家にやってきて、今水合わせをしている、動画ですね。これが2ヶ月前の動画です。今年本格的に金魚飼育に復帰して、とにかく今年の一番の目標としては、未知蝶かヒコ蝶もうどちらかなんとかご縁をいただいて、飼育をしてみたい、夢の蝶尾飼育をしてみたいっていうのを必ず、その目標は達成したかったので、まあ、ギリギリ、達成するにあたって、飼育期間っていうのを、春夏秋と飼育期間経験するにはもうギリギリの時期になんとか滑り込みで、ヒコ蝶を購入することができました。まあ、本当は3月4月ぐらいに欲しかったんですけど、まあ、そんな贅沢も当然、言える立場ではないので、まあ、残念ながら未知蝶とはまだ出会えてないんですけども、念願のヒコ蝶を飼育できるようになって、まあね、100点満点のヒコ蝶飼育の、スタートを切ることができました。また機会があったらですね、未知蝶の方もまた富士錦天苑御苑さんとかを経由して、購入するチャンスがまた出てくる可能性もまだありますので、秋口とかなったらちょっと そこもね、飼育に挑戦してみたいなと思います。ということで、これからまた蝶尾の動画が少しずつ増えていくと思います。もう蝶尾の飼育に関してもバッチリ美智子さんの YouTube でライブ配信だったり、作られた動画だったりも僕何回も見てますので、頭にある程度入ってるので、まあ、それをもとに一生懸命今飼育をして、なんとかまあ、2ヶ月経ったんですけど、星にすることなくどんどん大きく成長、できてますね。ちょっとまた雨が弱まった時に現在の蝶尾ですね、また動画撮って、また近々アップしたいと思いますので、とりあえずちょっと今日は動画がなくなりますので終わります。どうもありがとうございました。